の変哲もない砂漠に隠れてる人を撃つぞー。ホック前進してたぜ。ヘッドショット決まりました。これで勝利。夕方の砂漠にラクダが2体いるぜ。左は口をパカパカさせてますが、右は動いていません。いや、それなんなんだよ。複数の人が重なってできたラクダ、人が減っても身動きしないぜ。これでラスト。そりゃー、恐竜の骨が散らばってます。ここに人なんているのでしょうか。いたー、わかりやすすぎだろ。骨と同じ色してました。あと2人。ここも骨に紛れようとしてるぜ。もう1人はどこに隠れてるのでしょうか。恐竜の頭、目の部分に紛れ込んでるぜ。とどめだー。ケモスナイパー。新しい銃をアンロック。まずは射撃訓練。的がやってきたぜ。拡大して、中央の X に照準を合わせて、止めてあげれば、コイン30枚、狙ったとこに撃つのは簡単だぜ。レベル8、ここには3人隠れています。ラクダの上で水と同化しようとしてるぜ。わかりやすすぎました。次、奥のヤシの木が怪しい。ちゃんと頭から草生えてるぜ。残り1人、どこにいるのでしょうか？左下の橋のところ、いたレベル11、都会のビルに紛れ込んでいるのは4人。まずは1人目。どういう状況だよ。壁に張り付いていました。そのパターンまだありそうだな。色が白黒なので、見分けにくいですが、また見つけました。上半身と下半身で色が違うぜ。レアキャラですね。あと2人、ヘリポート怪しいぜ。こいつは、右半身と左半身で色が違う。そんなパターンもあるのか。ラスト1人、黒いビル、少し色が違うぜ。いたぞレベル12、都会のストリート、3人隠れています。待て、同じとこに2人もいんじゃねえか。隣の黄色い人も同じ体勢。あと1人、車の上が色違うぜ。上半身だけ黒い人発見。レベル14は工事現場。こいつ隠れる気ないだろ。ここには4人隠れています。このオレンジとんでもない隠れ方してるな。苦しみから解放させてあげられました。あら、このショベルカー、一部、人になってますね。隠れ方の癖が強すぎるぜ。ラスト1人は、まさかまさかの、ショベルの部分だー。